コルネリウス様、そんなにきつく手をつかまれては。許してください。引き寄せずにはいられないのですけれど、もう行かねば父上が待っている。またここで会ってもらえるでしょうか。お待ちしています。その約束を生きる糧に、今はひとときの別れ。ふん、俺は気に入らないな。イングベイ、あなたたちひどいわ。いつからそこに。諦めがつくように、あいつをカエルにでも変えてやろうか。目を覚ませ。あいつは王子、俺たちはさまよい人だ。お前に語る愛など知れている。ひがむことはなかろう、イングベイ。バレンタイン王の血を引く着手たち、お前たちは生き残った最後の王。いずれは国を再興し。やめろ、スカルディ。行ってウルズールに守備よくやると伝えてくれ。うん。王だと。王女の火遊びでできた死生児を祖父の血まみれの椅子に縛ろうというのか。こちらから願い下げだ。そんな風に言わないで、お母様を。ベルベット、忘れているようだな、あの女の呪いを。忘れてなどいません。いや、忘れたな。さあもう一度読め。母が死の前に書いた手記を見ろ。はっきりと記されている。逃れられぬ呪いと死が俺たち二人に降りかかると。未来を予見できるほどの魔法の力を備えた母は俺たちの死を望んでいるのだ。先に母を捨てたのは私たち。恨まれても仕方がないわ。捨てなければ一緒に処刑されていたあの狂った王に。だがその方がマシだった。少なくとも母親に呪われる悪夢など見ずに済むからな。まだその言葉通りに災いが起こるとは限らない。お前も母やハインデルのように予知でもやるというのか。すまないベルベット、言葉が過ぎた。もう行くよ。これを持っておけ。我が子らよ、いずれ逃れられぬ呪いと死が二人に降りかかる。私の眠りを妨げるのはなぜかね。予知の力を持つあなたから答えを授かりたく参りました。残念だが何も得ることはできまいよ。何を語ったところで、言葉にとらわれて妖精も人間も語られる本質を見誤る。先を見るのはもうやめてしまったのだ。私はバレンタイン王の血筋。あなたは王家と古くより親しい間柄だと聞いています。羊は人間の糧であり友ではないように、竜の友が人間であったためしはない。なるほど、お前がベルベットだな。いずれ来るのは予知していたよ。もうそんな頃合いになるのだね。私を予知していたなら願いもお分かりでしょう。お前の母の言葉にあるように、死と呪いは終焉に定められている。だが恐れるには値せぬ。どんな生命も死からは逃れられぬ。命を終える時には世界も閉じるのだ。私のこれからをご存知なら、終焉の解釈を議論しても無意味でしょう。もっともだ。教えてください。
私たちの未来を。すでに全ては予言の中に記されている。私が付け加えるべき言葉はない。取るべき道はいずれお前の死が示すだろう。私の先生は終焉は避けられぬ。だが運命は違えもする。変えられるというのですか。私の命はその導きのため。自身は報われぬとしても役目は演じねばなるまい。予知の通りに妖精の国に住む黒い剣士がこの首を取るまでは思うように運命に抗うがよい。それがお前の終焉での役割なのだ。お前はもう一度ここに来る。その時は私の亡骸に頼るがいい。我が友人が応じてくれよう。さあもう行きなさい。私の終焉はすぐそこまで来ている。処刑前の罪人にさえ祈りの時は与えられるものだ。私のまどろみを妨げてはいけない。コルネリウスよ、また森へ行くのか。近頃はすっかり人が変わり勤勉に努めると思うたが、それだけは変わらぬ。森の目力にどれほど魅力があろうと、お前はこのタイタニアの王子、分別を持って遊びをほどほどにするがよい。陛下、若いうちは羽を伸ばしたいもの、王子も分かっておいででしょう。出しゃばるな、王の道化め。いい悪宮廷魔術師を道化とは、これは手厳しい。父上、以前にも申し上げましたが、遊びなどではありません。私は真剣にあの方を思っています。おじの話はしただろう。思い出せ、お前も同じ過ちを犯そうというのか。我が兄は村娘に熱を上げ戦後の不況を買った。国を去り苦労した挙句に病に伏したのだ。あの方は身分のある方です。村娘とは違う。王家に釣り合わぬとは思いません。王国なき王女か。どんな思惑でそなたに近づいたのか。あの方を侮辱するのはやめてください。いくら父上とはいえ許しがたい。コルネリウス、お前にはもっと美しく名誉も財産もある姫を考えておる。森の王女とやらにもよく言い含めておくがいい。何とおっしゃろうとこの気持ちは変わりようがない。父上が認めぬなら私が王族の血を捨てるまで。コルネリウス、待て。陛下、王子もそのうち目が覚めましょう。今しばらくはそっとしておかれては。ここは一体どこなんだ。これは私の体が、この姿、これではまるで獣ではないか。何が起こったというんだ。夢を見ているのか。いや、陰鬱で湿った冷気が痛いほど肌を突き刺す。これは現実だ。この荒涼とした尋常ならざる風景、生き物の気配がまるで感じられない。話に聞いた死者の土地があるならば、おそらくここがそうに違いない。
どこであろうとも戻ろう。私の国、タイタニアへ。姫のところへ、戻ってみせる。待て。お前の匂い、タイタニアの王族ではないか。いかにも、私は王子コルネリウスだ。気がつけば、このような姿でここにいた。コルネリウス、目は見えずともわかるぞ。確かにお前だ。暗がりから語りかける恐ろしい声。何者だ。名乗ったところでお前は死んじまい。来るな。常にこの身はウジやシデムシも食いかす。見れば恐ろしさにお前の魂は震えおののき、知性は凍りつくだろう。それを取るがいい。お前に必要なものだ。タイタニアの王子ならば持つ義務がある。いずれはその剣がこの身の素性を明らかにしてくれよう。私に何を望む。あなたなら私に何が起こったのか知っているのではないか。進め。これ以上の不幸に見舞われたくないなら祖国タイタニアを目指せ。そこに運命が待つ。待ってくれ。眠らせてくれ。消えてしまった。ああ、これは夢、幻だ。私はいつものベッドに寝ている。そうであってくれ。早くこんな悪夢から目覚めて、柔らかな日差しにまどろむ朝を迎えたい。だが、行こう。行くしかない、今は。あなたに伝えねばならない。そう、とても大事な言葉です。いつもの場所で待っていてください。今までの優柔不断な私と一切を決別する。恋しい人よ、風よりも早くあなたのもとへ。コルネリウス様。中東沈黙が支配するこの土地に聖者の気配がする。なんだ、希望という名の罠か。だがわしに失うものなどない。あるのは恨みと憎しみ、慈悲は忘れた。むき出しの骸骨め、そこで止まれ。誰だお前は。名前などをとうに覚えてはおらぬ。お主こそあてもなくさまよってどうしようというのかね。毛量どもに群がられてすぐに引き裂かれてしまうだろうよ。ではどうすればいいというのだ。お前、ここを出たくはないか。それにはこの腐れた土地を治める女王の許しがいる。彼女の元まで案内をしてやろう。その代わり一緒にここから連れ出してくれ。いいな。調子のいいやつだ。責任は持てないぞ。さあ来い。声を立てるな。あいつらが集まってくる。何をしておる。ろうそくからあまり離れるな。明かりがなければ資料は見えないぞ。